高橋良太は日本の実業家、アップセルテクノロジーズ株式会社代表取締役社長。埼玉県に生まれ、私立部南学園部南高等学校を卒業後、2000年、高千穂大学に入学。2003年に株式会社ネクシーズの事業説明会でテレマーケティングの事業モデルを知り、同年10月、大学中退と同時に友人5名で、 サウザンドクレインを創業。社員を大事にする人物で、インタビューで、人を徹底的に大事にすることです。家族ですね。会社は、人生の長い時間を過ごす場所。であれば、もう一つの家族ができたと思った方が楽しいはずです。などと語っている。2011年には8期連続で増収し、海外進出と株式上場の展開を目指し、 新進気業のベンチャーからグローバルカンパニーを目指し国内外に拠点を展開2012年ベトナムホーチミンにデータエントリー事業を中心とする BPO センターを開設2014年にはフィリピンセブ島に多言語交流センターを開設2015年にはダイヤモンド経営者クラブより発刊されたザファーストカンパニー2015新領域を切り開く 独創のイノベーターたちに選ばれる。2017年には米国での営業活動を目的としロサンゼルスにとキャたクインクを設立している。2019年3月アップセルテクノロジーズ株式会社に社名変更。ありがとうございます。